何事だ。どうした、何があった。来るな、窓から入ってくる、やめろ。取り乱すな、俺が助けてやる。いや、まるで心を失ったかのようだ。誰の仕業だ。門戸の小屋、民が枷をはめられておる。舌を噛みちぎったのか。血だまりだ。何に耐えておった、この染め、蒙古のものなのか。これは勘どこ、蒙古の儀式だろうか。侍、大鷹様が呼んでる。あの郷で仲間を鼓舞しておる。苦しみおって、正体を突き止めねばな。集落の者に何をした。大鷹様の呼び声を聞いた。大鷹、己の長か。あのお方は一族を率いて対馬に来る。息のすべてをその手に収めた後で、こやつら、あの息から。父、ジェン、手を貸さんか。急いで駆けつけたけど、こりゃひどいね。病のようだが、果たして治るのかどうか。何があったの。わからん。見慣れぬ猛虎兵だった。こやつらの長は大鷹、対馬を攻めるつもりだ。心を蝕む病だろ。もし島中に広がったら。そうはさせん。大鷹を探すの、
猛虎兵によると息におるとか。海賊と罪人の島だ。侍は憎まれてる。そうだ、かつて父上が治めようとしたが、あの地で会えなくも、その後残党は引き上げ、そして今何者かに乗っ取られた。俺が正さねば。船が待ってる。いつでも立てますぜ。酒井様、よろしいんですかい？息はお侍を嫌っとりますよ。北西の岸へ向かえ。酒井砦？あれは父が建てたもの。息で何かあれば民はあそこに逃げるはず。では大急ぎでお連れいたしましょう。例の猛虎が来てから海が荒れっぱなし、息では大風が吹いとるでしょうね。無理もないな。大高どもの企みのせいだろう。綿摘様がお怒りなのかも。ですが必ずお送りしますよ。来い風。風！馬は無事だろうか。着いたのか。抜け荷の隠し場所のようだ。入れ口はどこだ。うまくいった。境取りでは遠くない。誰かおらぬか調べねば。そして風、見つけてみせる。船が流れ、俺が乗った船だ。風、どこへ行ってしまった。対馬の船長だ。酒
探さねばな。この蹄は風のものだ。どこへ行ってしまった。歩みに淀みがない。無事のようだ。倒れたか、転げたか、無事であろうな。そこもと、静かに、聞かれますよ。大高族に狙われているんです。もし捕まったら心を壊されてしまう。落ち着け、人はおらん。奴らが来たと気づいて逃げ出したものの、危うく蛇に噛まれかけまして。だが殺したのだろう。それが不意に現れた馬が蛇を踏みつぶして、運よく事なきを得ただけなんです。その馬どちらへ行った。猛虎を追って丘の方へ。助かった。馬を見つけたら礼をお伝えください。馬の蹴りで頭を割られておる。風、死んだかと思ったが、お前を見くびっておったな。お前が見せた足で猛虎を潰す動き、忘れるでないぞ。二度も命を救われました。礼は良い。馬に行ったのですが、ともあれおかげで助かりました。どうだ、褒められたな。行くぞ、共に息を救おう。対馬の民と同じ病。
島に送った石膏を全て切ったぞ。コトゥンハーンは死んだ。あやつの兵も敗れた。明日幾千もの武士が息に集う手はずだ。下れ、命までは取らんぞ。苦しかったの。飲め。一息に殺せばよかろう。客を害しはしない。まだ先は長い。決して潰れんぞ。とうに潰れておるではないか。さあ己の霊魂を地の底へ送ってやろう。己が先祖の裁きを受けるがよい。ユナ、来るなと言ったはず。ちゃんと聞くと思ったの？そこらの船を借りたんだ。どうした？何かされたの？大田家族の蝶に飲まされたようだ、毒を。あいつらが戻る前にクスシを探そう。タチはどこへやった？近くを探してみなよ。大高と猛虎兵はどこだ？さっき外に。さて行くぞ。こっち行くと狭すぎたが、境取りでは無事であった。ここのこと父が建てた。そりゃそうだ。猛虎に抗ってる連中はいるのかね？どうであろうな、知らん。味方はいないってことか。ああ、酒井家への恨みも深い。助けを得るのは難しいな。お父上のおかげ。この門開けるよ。他の侍はいつ着きそう？他の侍？誰にも伝えておらん。石川先生にさえ。父親はここで死んだの？いや、谷で不意をつかれた。あんたもいたんだね。
消えよう。なるほどね。先に行って。父親を不意に失って、その辛さ抱えきれた時に辛く思う。崖を降りられるね。ねえ、何が見える？なぜ手を貸さなかった？父上、見殺しにしたの？お助けしたかった。見てたんだね、殺される様を。何か妙だ。己、これも毒の。心の目は開いたか。この幻は始まりに過ぎぬ。我が助けなくては恐怖と苦痛の海に沈む。我が先導を務めよう。うちに秘めたる罪を清め、生まれ変わるがよい。我が樹脂のいずれもが通ってきた道だ。そうして島を我らがものとし、己の父の意志を継ごう。息の海賊を残らずなぶり殺せ。父の無念を晴らすのだ。ここは？ジン、どこにおる？父上。哀れなく父を亡くし魂がさまよっておる。我が子に全てを授けたかった。だがあやつは武士になれずか弱い。ジン、そこは危ない。こっちだ。今参ります。父の疑いを己自身が証明したのだ。武士なら父を見殺しにするはずがない。父上の亡骸を乗せて船で対馬に戻った。生き恥をさらして。あやつはもろく弱い。戦で死ねば堺の家は耐えてしまう。父は己を連れたくはなかった。己がおるだけで家名が汚されるからだ。嘘だ。ジン、急げ。お待ちを。父上、してやられた。全て賊どもの計略、我が兵が討たれる。父上、ジン、走れ。今少しだ。己が父を死なせた。違う。お前は死ぬのが衆生のためだ。父上、生きてるか？男は近くにいる。ひとまずここから離れるぞ。まだ青ざめてるな。しばらく休め。何者だ？答えよ。その言葉つき、ここじゃ通用しない。対馬だと思うな。幻が何を言う。太刀を抜け。切って確かめてみるか。代わりに答えよ。露の森の戦はどちらが勝った？戦の前、
10日以上雨が降って大水で侍も島の者も死んだ。どちらも負けだ。俺からも聞かせてくれ。侍が息で何してんだ。大高が対馬に石膏を送り、俺はその所業を見た。奴らを止めねばならん。では毒のことも知ってるんだな。あの毒はこの身に回っておる。サリとて気は確かなのか。そんな奴初めてだ。いかほどで毒は消える。消えねえ。おそらくは。では耐えるほかない。猛虎はいつからおる。ひと月だ。俺の仲間は抗ってるが、ほとんどの奴らは殺された。俺も手助けする。大高を退けよう。侍が賊を助けるって。大高を倒すためだ。名を言え。陣、槍川の手だ。しばらく考えさせてくれ。槍川の陣殿。答えもせずに立つのか。生き残りを探すのさ。あんたも正気づいておけ。話がしたかったら西の浜辺にある小屋に来な。その前に毒で潰れてなきゃいいけどな。潰れぬ。幾とせも父の死から目を背けてきた。またしても逃げるとあらば幻影は膨らむ一方。己一人で父の死と向き合えるのか。知恵を貸してやるぞ。魂を常闇に沈めたくはなかろう。幻、まだ聞こえるか。槍川の陣、まさか来るとはな。何があった。ここに住んでた友人だ。仲間にしようと思ったが、猛虎に先を越されちまった。せめて埋めてやろうと思ってね。少し待て。手を貸そう。知らないやつだろ。構わん、クワをくれ。ふん、好きにしな。来世では幸せにな。仏教を知っておるのだな。ああ、見くびるなよ。仲間に引き合わせるという話、心を決めたか。うん、さてね。毒はまだ回ってるんだよな。ああ、しかし大事ない。仲間のもとへ連れて行け。俺が皆を特進させよう。はあ、こりゃ参った。先は長いぞ。遅れるなよ。どこへ向かう。俺たちの隠れ家、かつては侍から、今は猛虎から守ってくれてる。侍を連れることに心がかりは。そりゃあるが、人手は多い方がいいだろう。隠れ家では気をつけな。堺の襲来以降、侍の嫌われっぷりときたら蛇でも歯が立たないほどだ。堺の襲来だと。あの人斬りは島に秩序をもたらせると思い上がりやがった。天下とかいい連中が大勢死んじまった。どちらにも火があったと聞くが。嘘ではないな。それが戦ってもんだ。こやつは幾人も殺したのであろうな。息に渡った父の老頭、寝込みを襲われ、喉を切られ、血だまりの中で死んでおったぞ。黙れ。ジン、どうした。いや、大高の声が聞こえた。心の内で聞こえるのか。ああ、俺が計らずも頭に浮かべた言葉が。
大鷹の声で。そりゃ辛いな。この道、武士では見つけられんわけだな。侍から免れた唯一の砦だぜ。猛虎も見つけられまい。猛虎ども、俺たちの船を狙ってる。友人か？友人とは呼ばないが、仲間だ、隠れ家だ。これで4艘の船が沈められた。ここを通れるはず。深とはどこであった？思いがけず酒井殿の宿でな。酒井砦か。ひどい飯だった。首はつながったまま帰れたが、他の客は全滅だ。間もなくだ。こやつは罪人の巣へと引き込むつもりだ。殺されるぞ、愛しい父のように、うん、門を通れば引き返すことはできない。あんた次第で俺も死ぬ。肝に銘じておけよ。いらぬ心遣いをするな。後悔はさせん。よし、その様子なら心配ないな。離れるな、あと太刀も抜くだ。あんたは黙ってりゃいい。心しろ。天蔵？戻ったのか。そいつ侍じゃねえか。頭に伝えるから待ってろ。いや、俺が行く。仕事に戻れ。侍、悪さすんなよ。深に気に入られろ。そうすりゃ周りもおとなしくなるさ。もし子孫じたら。縛られて海に落とされたやつもいれば、船に吊るされて鳥に食われたやつもいたな。侍だとどうなるかね。この者ら、こいつらも毒を盛られて病んじまったんだ。天蔵、汚れてない布はあるかい？俺の着物を裂いて布にすればいい。ジン、行くぞ。深が待ってる。お主の家か？貸してやってる。深だ。悠々と見下ろしてら。天蔵、さっさと上がってきな。今行く。いいな、笑顔だ。侍の矜持は忘れろ。あいつのか。どういうつもりだ、天蔵。なあ、聞いてくれ。聞くとも。ほら、なぜ侍なんかを私の家に連れたのか言い分けてみろ。戦えるやつを探してただろう。私らと共に戦えるものだ。その首が狙いならとうに取っておる。ジン、お前は黙ってろ。この侍の弁明楽しく聞けそうじゃないか。もう子供は対馬にも襲来してきた。今大鷹を息で止めねば、あやつの毒でさらに蹂躙されてしまう。共に大鷹を倒し故郷を守ろう。力を貸してくれぬか。天蔵、お前の客だ。なんとか言え。助けになるか、または猛虎の槍に突かれるか。死んだとしても侍を殺したと自慢すりゃいいさ。俺たちに失うものはない。よし、よくわかった。お前船に酔うか。次の大風の時、総掛かりの船で猛虎の戦船を襲う。仲間が命を落とすだけだ。俺が船に乗り込み沈めてみせよ。天蔵、こいつたわごとを抜かしてるぞ。いや、一理ある。俺たちじゃ戦船に近づけないだろう。
だが数日おきに島から出てる補給船なら、その船を奪い戦船に乗り込めばよい。なるほど、うまくいくと思うならお前に任せる。男手が欲しい、陣も含めてな。いいだろう。補給船は島の北東に止まってる。崖に囲まれた入り江を探せ。そこで会おう。不可、恩に切る。足を救われないようにしな。天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた。気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め、船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。返り血で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった。ある海賊の幻に苦しんでおる。舌が回り、腐った貝のような息を吐くのだ。そして物欲しげに俺の太刀を見る。笑える侍にしては。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。猛虎に一流の挨拶をしてやろう。足を引け。さあ、霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！隠れろ！どこかに身を隠せ！下がれ！ならん！俺が兵器を破壊してこよう。こっぱにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。頭を上げるな。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのは衆生のためだ。あれ。
らた。おられちゃう。姫、あったれ。遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが、切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て、かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。そしていつかこの因果を断つ。
よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生き顔を剥がされる。どういうことだ。知りたいか、酒井仁。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁が昔な、腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷、こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから負荷に会ってくる。後で寄れ。きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった槍川の陣。それじゃあ共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った。企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてるんだ。ああ、しかとこの目で見た。捕虜の中に私らの仲間もいる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。負荷の仲間、まずは猛虎を始末せねば。加減はせんぞ。仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう深から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は深のところへ。
手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。なんとか今日も生き延びた。傭兵そうからだ。お願いします、助けてください。助けてください。助けを。このままで軍備士に殺される。ある夜、父は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ、樹脂となり蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろけの無駄だ。大高様に下れ。自身になぞなるか。死をもって償うがいい。よくも鼻向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。いずれは死へと至らしめる。なぜ鼻向けを受け入れんのだ。
クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大鷹は全て見通していた。それゆえ守りが薄かった。ミスミス釣られ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。毒を飲まされるところだったが、侍に助けられた。侍が境砦で助けてくれた。こんな日が来るとはな。槍川の陣か、人暴れしてきたそうだね。手下が生きて戻って境砦も手に入った。ようやく大鷹を相手に渡り合える。行き先はつかめたか。まだだ。でもいいことを知った。留守の間、大鷹が樹脂に当てた文を手に入れた。ある侍を生け捕りにしたいようだ。名はあったか。いや、でも誰のことかは見透かせる。わからないのはなぜ大鷹はあんたを生かした。一度大鷹は俺を捕らえたが逃げられた。やり残したことがあるのだろうな。隠してることがあるようだね。フカ、ジン、大鷹は見つからずじまいだったが、猛虎の石膏に出会わせたんだ。奴らこっちに向かってた。崖には猛虎が大勢いるぞ。隠れ家には見つからずに入ったが、遅からずここが見つかっちまう。うん、復讐であろう。我らは戦船を沈め、クンビシを切り伏せたからな。船で逃げるしかない。二度と故郷を取り戻せなくなるぞ。死ねってことか。奴らを集落から離し、陸で戦おう。多勢に無勢だ。侍との戦では地の利を生かしたはず。不意打ちはどうだ。俺たちがよく知ってる地で。木田触れの村。策は。天蔵、皆を集めな。すぐに立つ。幾人か先に行かせた猛虎を木田触れに釣り出してくれる。不意打ちの備えも進んでる。村の者はどうする。もぬけの殻さ、人斬りが滅ぼしたからね。父は民をなで斬りにしておったぞ。己はただ見ているだけであったな。やぐらだ、この地を見渡そう。猛虎はここに釣り出される。だけどどこから来るかはわからない。見込みのある地に人を置き、我らは馬上で控えよう。伸びを止める手立てだな。待ち受けて撃つ。人を置くにしても広すぎる。どこがいいんだろうね。父のように罪なき民を殺すつもりのようだな。林だ、あそこに巣人忍ばせよう。戦船から奪った狼煙術が使えそうだな。猛虎を見た刹那に打ち上げさせる。いい合図になるね。あばら屋と蔵に人を隠せるか。村の者が隠れた場所、おののき叫びながら。猛虎が近寄らなかったな。騎兵で税の脇をつき、腕ずくで寄らせる。あそこはどうする。この村の者は己の父を見た刹那に死ぬ定めを悟ったはずだ。村人が退却した地。おい、今何と言った。いや、兵が不利になればあそこに退却だ。ありもので補っておいた方がいいね。おのおのを配置へ。我らは後方だ。己の父はこの地で恐怖を撒き散らした。己が防げたはずの恐怖を。配置へ急ぎな。猛虎を見たら合図を。
ここの村人が退却した時見てたな。あの鬼のような仕打ちも。あれが鬼だと？丸腰の村人が残らず殺されたんだぞ。兵を隠しておったからだ。無実の連中もな。奴らに戦の作法などなかった。不意打ちや罠で大勢を殺し寝首までかいたのだ。だからどうした？身を守ったまでだ。この村の出の友がいた。あの戦で首を切り落とされて、探し当てるのに7日と7番かかった。つらかったであろうな。どの口が友の首を探し回るつらさ分かるわけがない。酒井が何人殺したかは知ってんのか？あまただ。俺が止めるべきだったが。止めなかった。だから他のやつが止めた。俺の目の前で助けられたはずなのに。なのに。来たぞ。馬に乗れ。来ました。やつら敵だ。天蔵、陣、続け。一息に行くぞ。不利になったらここに戻ってくるんだ。小勢が残って守る手はずだ。父を殺した者と共に戦う。父は悲しむぞ。来たぞ、正面。このまま突き入る。相手だ。ナージン、幸先は良い。合図、猛虎が来てるんだ。よし、馬に乗れ。侍を殺したのであろう。急げ。猛虎をもてなしてやるぞ。早くだろう。荷車に乗せときました。よくやった。見ろ、来たぞ。春を狙え。Thank you.
全て倒した。今のところ滞りない。あの有様は忘れられぬ。人の生き地で土が赤に染まっておったの。さあ刮目してみよ、酒井忠の所業を、人斬りの戸郷を。黙れ。今度は西からだよ。いつまで続くんだ。行くぞ。お前は死ぬのが衆生のためだ。ジン、お前は死ぬのが衆生のためだ。覚えがあるぞ、父上の仇。幻だろう、大鷹の毒だ。もう一度唱えてみろ。その首切り落とす。やれよ。この土は人の血を好む父上様が吸わせたからな。救おうとなされたのだ。父上のことをなぜ黙っておった。俺をたばかったな。騙してたわけじゃない。酒井忠は敵だったが、あんたとは、なぜかようなポンプな父を害した。知らねえよ。運だ。酒井は何十も切ってぶっ倒れた。足を折ったんだろうな。俺はとどめを刺しただけだ。俺、さっさと殺せ。いや、まだだ。父上を戦場谷に誘い入れたのだったな。同じ手を大鷹に使う。俺たちだけじゃ無理だ。深と話せ。谷で落ち合うぞ。あんたの素性を隠しきれないなあ。分かってんのか。構わん、全て明かせ。俺の名も息のため戦うことも、父上とは違うことも。さなくは己を斬っていた。来るとは驚いたな。それはこちらも同じ。深、俺の正体を天蔵から聞いたな。そうだね、酒井。戦のただ中じゃなかったら、あんたらにハエがたかってたはずだ。睨み合ったままでは命を落とすだけ。まず大鷹を切る。落着はその後。いいぞ。あんたの策を聞かせてくれ。いかにして海賊が猛虎の勢を倒すってんだ。お主らが武士勢を任した手立て、戦場谷に誘い込み、父上を殺し退却を強いただろう。この策を猛虎に打つ。どうやって誘い出す。狙いは俺だ。そそのかせば谷まで追ってくるはず。そこで不意打ちを仕掛ければ残らず殺せる。悪くないかもね。まずは大鷹を探す。今もどこかで毒をまいておるはずだ。石膏が回ってる。見つかるさ。その後は俺に任せよ。俺も加えてくれ。やがては隠れ家が見つかって燃やされちまう。この木を逃すわけにはいかねえ。あいつが罠にかかるか見届けたい。決まりだ。天蔵は石膏を頼む。私は谷へ。
俺は支度を済ませる。大高狩りは一度きりだ。抜かるな。ジン、大高族を見つけた。不可の手はずは？仲間を谷に集めた。あとは誘い込むだけだ。これからも頼むぞ。石膏のところへ。大高族を見張ってる。俺があやつをおびき出す。あんたが狙いだと聞いたが、毒当たりの侍にどんなようだ？俺を樹脂に変えたいらしい。は？境砦の猛虎兵からそう聞かされた。毒を飲まされたんだろ？霊薬とやらは飲めば毒になるが、樹脂になるための儀礼だそうだ。まだ幻は見えるか？ひどくなる一方。いずれ狂い死ぬ定めとも聞いたのではないか。天蔵、こっちだ。奴ら侍を求めて島中を探し回ったら。大高もいるか？あいつは勢を止めて、それから鷹を飛ばしてた。見つかってないぜ。見渡してみるぞ。目印は兜。難しくはない。いたぞ、大高だ。どこだ？いないぞ。よく見ろ。見られた。逃げろ。ようやく見つけた、酒井陣。八方を探し回ったぞ。まずい、目を覚ませ。我が花向けを受け入れ、樹脂となるがよい。あれは毒だ。我を拒めばこの地で果てる、父のように。お前どこだ？天蔵、大高が逃げた。探せ。あいつは元からいない。待ち伏せていたが、大高はいなかった。ならどこだ？どこにおるのかの。静まれ。この島のいずこが心を引く。再び相対すべきところはどこだ？もしや戦場谷だ。父上が殺されたところ。部下が危ういぞ。
大鷹を侮っていた。あんた、まさか樹脂になってないよな。俺たちを裏切ってないよな。疑うな。砦で毒を飲まされた時、あやつが別人に見えた。迷ったか。谷でのこと知られてたのかよ。俺らが味方して何か企んでると気づかれたんだ。出し抜かれたが、まだ負け戦ではない。あいつら不意に現れた。何があった？それは後だ。大鷹を見たか？大勢を率いて手下を殺しやがった。隠れ家に引き返そう。この気を棒に振らんぞ。この地で大鷹を倒す。これだから強情な男は。行くぞ。聞きな、大鷹狩りを続ける。谷を進め。手遅れだ。戦は終わったも同じ。誤ったな。父も嘆いておろうぞ。祖君がまたしても誤ったのだから。失っておる。この戦も幻やもしれぬぞ。ジン、しっかりしろ。平気だ。坂井ジン、再び会えた。大鷹、本物か。父の今はお忘れたか。骨が砕け血が流れるさも見ておったであろう。幼かった。侍がそれを言う。ゆえに求めに耳を塞ぎじっと隠れておったのだ。生きてるか。いや、構うな。体はどうだ？声が聞こえるだけでなく、今は姿も見える。この場所が悪くさせてんだろうな。いよいよ疲れたのではないか。来い、安らぎをやろう。黙れ、切り殺してやる。
じ、正気に戻れ。己が恐怖する、それは谷中に響いた断末魔の叫び。その苦しみ払ってやる。地獄に落とすぞ。あんたの勘には二度と頼らない。一人で行け。私らは別の道だ。俺はジンと行く。助けてやりたい。二人とも死ぬな。続け。その傷がうずく地へと入れよ。癒してやるぞ。沈まれ。ジン、お前は戻れ。今さらだ。この場所は父上が死んだ地。霊薬がこの地へいざなった。何故であろう。己を下すためだ。いな、癒すためだ。幾とせも見やらずにいた生傷が霊薬によってさらされたのだ。誰が望んだ。あれは毒に過ぎん。常闇に囚われてはならぬ。蒼天の国へと魂を飛び立たせるがよい。守るべき民を見下げるなど少し。父をほふった民でさえも。ああ、差異はない。過ちだ。天蔵は他を、俺は大鷹を撃つ。まるでない。堺の家はついえる。だがこの我はもう。たちまちにした。おのが先祖の裁きを受けるがよい。父上。ジン、手を貸さんか。
ジン、共に死ぬべきであった戦人として。面目ござらぬ。わしに、家にだ。堺の家名は汚された。息の者は我らを鬼だと。時としてなさねばならんのだ。鬼となっても痛ましかったな。いずれもされど大事なこと。それは戦場での話。親子は大事ではないと。あれが死んでから息子をどうすればよいのか途方に暮れた。ゆえに武士として育てた。もうよいか。やれ、やるべきことを。家名の恥をすすぐのだ。仇を。切らんか、ふぬけ。切らぬ。俺は父上ではない。あなたは好きに生きた。あの死もあなたの咎。先祖の裁きを受けるであろう。必ずや。死ぬのが衆生のためだ。無事か？平気だ。お前はまだ聞こえるか？いや、すまなかった。もうよい。これで落着。他の奴にも知らせなきゃな。行け、後で向かう。待たせるなよ、ジン。
で刺せば手を伸ばしたる手手気味も今は浄土に眠りたるかも。天蔵、達者のようだな。大鷹が死んだからね。よく励んだ。お主もな。我らで大鷹族の残党も退けよう。聞いたか、我らだと。後でまた寄りな。口堅い侍の手を借りたいことがある。傷は痛むのか。お前の前では平気だ。笑った時しか痛まねえ。戯言を言う力はあるな。だが前のように刀は触れない。罪のない秋人が襲われなくなるな。これからはいかにして生きる。まだ大勢が大鷹の毒に苦しんでる。薬がなくても世話はしてやれるし、いつか言えるかもしれない。お前のように。俺はあの毒によって父の死を思い出し、敵を撃てる折を得た。それから。己が死ぬことよりも父が嘆く方がずっと恐ろしかった。父ではなく自らを生かしたことを悔やんできたが、己と父を許した。なるほどな。潜む闇は消え去ってはおらんが、それもいずれは。それが癒す手立てかもな。かつての戸賀を探り、恐怖と相対することが。そうであろうな。幾とせ前には思いもよらなかったことを言うが、お前と行き合えてよかった。俺も思いがけないことをするぞ。ありがとう、ジン。